どうも、翔ちゃんメッセージいらっしゃい。今日は、11月の、23日、昨日ね、なんとスターバックスさんからもう新作が出ました。まあ、前回紹介したね、メリーストロベリーフラペチーノはもう売ってないと思うんですけど、こちらね、付録画面にちゃんとしてました。昨日発売なんですよ。で、昨日ちょっと他の企画1日立て込んじゃって当日に買えなかったんですけど、今回はね、いつもとちょっとアングルが違うというか場所が違うんですよね。いつも買ってきて部屋で撮ってるんですけど、今日はね、あの車で買いに行って買って車の中で動画を終わらせようと思います。まあ、ちょっと新鮮な動画になるかなと思って今日は買っていきます。まあ余談なんですけど、僕一昨日ぐらいかな、他の企画をやって外にいたんですよね。いやー、完全に風邪ひきました。朝起きたら頭痛い、体だるい、寒い、めちゃめちゃふわふわの着込んでたんですけど、全然寒くて、あーやったわーと思ったんですけど、まあ、とりあえずバファリン飲んで一安心みたいな感じで、僕明後日ね、僕の MacBook をね修理出すことにしまして、ちょっとアクシデンターズのね動画がね、明後日の朝までに2本仕上げる、そしてこの動画も仕上げなきゃいけないから3本を2日ちょいで終わらせないといけないというね、かなり鬼畜芸になってるんですけど、まあ理由はね、だから MacBook のその接触ということでね、この体調悪い中世話しないんですけど、その中で今日はね、毎度やってるスターバックスなんでね、今日はやっていきたいと思います。それではね、行きます。今日はね、あいにくの雨です。明日24日はね、めでたいことにうちのリーダーのタク君のハッピーバースデーなんでね、うん、おめでとう。明日ね、誕生日で、誕生日を挟んで3日間雨ってことで、まああいつはね、雨男と化してしまったわけですけど、まあね、もともとね、アクシデンターズっていう名前をつけたきっかけも雨だったんでね、当時はね、外で撮影とか結構やってたんで、その外で撮影するたんびに雨が降ったりしてトラブルが起きやすいってことでアクシデンターズって名前だったんですよね。だからもともとレイニーズとかアクシーズとかいろいろ考えてたんですよ。まあレイニーズだとね、レイターズさんと被るっつって、でも同じ年だから、同じ年でレイニーズって名前つけたら完全にパクリだと思われるじゃん。じゃあスターバックスに着いたのでドライブスルーで買いたいと思います。皆様こんにちは、スターバックスコーヒーへようこそ。ご注文お決まりでしたらお伺いいたします。ということで、購入してきました。こっち、センチ、今回買ってきたのがこちら、じゃじゃん、ナッティーホワイトチョコレートフラペチーノとナッティーホワイト、ナッティーホワイトモカ、この2つ買ってきました。いつも通りフラペチーノの方から飲んでいきたいと思います。色合いは渋いかもしれないんだけど可愛いね。じゃあいただきます。あ、うま、めっちゃ、うん、ストレートに出た、うま。多分アーモンドかな、ナッツ、そう、多分ナッティってナッツのことだと思うんですけど、違ったら嫌だな。調べますね。やっぱナッツだね、ヘーゼルナッツ。ヘーゼルナッツって俺名前は知ってるけど、こんな感じだったんだ。多分中にはナッツ嫌いな人いると思うんで、ナッツ苦手な人はね、ナッツ、本当にナッツが強いんで、まあナッツ、ナッツナッツは、ナッツが好きな人はすごい好きだと思う。すごく美味しいんですけど、今回はペチーノランキングは場外でお願いします。このクッキーもいいね、クッキーというかなんだっけ、あ、くるみだ、ホットです。で、ホットはね、毎度毎度僕のあの想像を超えてくるんでね、今回も期待を上回ってくれるか。じゃあ飲んでいきます。いただきます。あっちゃ、あ、うまっ、またうま出ちゃったよ。ふって出ちゃう。ひゅって。ちゅ、うま。ちゅ、うま。あっちゃ。こっちは甘くないね、全然。甘っ。全然甘いわ。ホットだからかわかんないけど、落ち着いてるっていうか、優しい、優しく。優しいタッチです。ただ今回に限っては、僕はね、まあどっちを買うっつったらフラペチーノかな。こっちの方がナッツ強くて、味が濃い。で、今回なんですけど、とね、僕のドーナツ紹介シリーズ、今日も1個買ってきました。今日買ってきたドーナツはこちら。キャラメルドーナツです。一応ニューって書いてあって、でも下の方にあったんで、今回の新作がよくわかんないんですけど、いただきます。
ね、なんか出てきた。あんま、うまっ。ちょっと噛み切った断面図でごめんね。見てください。なんかね、中に多分キャラメルソースかな、蜂蜜かな、うん、ハニーソースかな。めっちゃ、あ、キャラメルかな。過去一来たかもしれん。なんて言うんだろうな、スイーツ味、スイーツ味が増してる。ケーキみたい。ちょっと残りはね、家帰って食べます。調子が悪くて申し訳ない。ということで、今回紹介してきたね、3つの商品の中で僕が今日一番美味しかったなと思ったのはキャラメルドーナツでした。うん、美味しい、本当に。フードランキングをつけるんだったら今のところ1位かもしれん、違うかもしれん。すごくあの美味しかったです。で、フラペチーノの方も僕夏結構好きなんで、あ、わかった、ピノの黄色と同じ、あれに似てる感じ。うん、すごく、多分すごくこれ分かりやすい伝え方だと思う。それだ、それだ。今日はね、いつもとかなり違うような動画だったんですけど、次回の、スターバックスはちゃんとね、部屋で撮りたいと思います。はい、ということでね、本日の動画いかがだったでしょうか。あ、帽子取っても髪セットしてないんですよ今日。このナッティは一応12月25、クリスマスいっぱいまでか。あ、じゃあ僕が言ってたあのクリスマスに向けてのもう一個の新作ってこれだったんですね。ということで、12月の25日まで、結構期間長いね今回。ということは次の新作はもう年明け前、もう26日に出るのかな多分。年明け前か、今年ももう終わりですね。ということで、この動画がいいなって思った人は高評価、そして次回もしょうちゃんベースに遊び来てくれるって方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。 Twitter と Instagram の方もやってますので、概要欄の方からぜひフォローしてください。最近ね、インスタすごく、インスタ結構インスタのフォロワー1万人いきたいんですよ。4800人ぐらいの方にフォローしてほしいので、ぜひ皆さんインスタの方を特にお願いします。で、結構今日はね、ラフな動画になっちゃったんですけど、まあこういう感じの動画もね、好評でしたら今後もね、たまにこういう感じの動画、スタバに限らずなんかやろうかなと思ってますので、リクエストコメント欄でよろしくお願いします。ということで、本日の動画はこれで以上になります。また次回も見に来てください。 See you again!